渡辺芳美君渡辺芳美であります消費増税が行われまして二ヶ月が経過をいたしましたすでに増税前からいろんな経済指標が下落傾向に転じていたわけでありますが案の定増税でもってです、ね、さらにその下落傾向に拍車がかかると そういう状況ではないでしょうか、いつものように順不動で大変恐縮でございますが、大臣、12番の問いでございます、いかがでしょうか。 麻生太郎大臣あの日本経済は増税後らに減速しているのではないか、まあ、基本的にそういうご質問なんだと思いますけれどもあの、ね、足元の日本経済につきましてはこれはあの世界経済の減速等といろんな問題が見られるとは思いますけれども少なくとも雇用とか所得の改善とかいうものははっきりしておりますしあの企業収益は極めて高い水準にあるということで。 内需を支えているといういわゆるファンダメンタルというものに関してはしっかりしてますであので緩やかに回復しているという考え方の気にしが私も変わらないのがもうどう思っております消費税率を上げてからどうかというご質問なんだと思いますけれどもあのまだ1ヶ月のデータがまだやっと出てきたところぐらいなんであの蓄積が足りませんのでよく分かりませんけれども。 あの台風19号の影響もありましたし、いろんな意味であの今後、公表されるデータがいろいろ出てくるだろうと思ってますんで、それを見ながらいろいろ検討させていきたいと思っておりますし、いろんなデータっていうのは、今からあの11月も終わりましたんで、これからいろいろ11月も出てくるんだと思いますけれども、景気の回復というものをしっかりにするためにさらにいろいろ施策を講じていきたいと考えております。渡辺芳美君 まあいつも申し上げますように、消費税というのが残念ながら呪われた税制になってしまったんですね、この30年間。で、結局、今回もその呪いは全く解けていないという状況であります。野党の中で,で、減税研究会という勉強会ができた、大変結構なことが始まったなと思いました。 えー、ところが第1回目の会合で呼ばれた、まあ、私がよく引用いたします高橋陽一教授が呼ばれてですね、えー、いつもの持論を述べられたところそこに欠席をされたメンバーの方が「えー、ファシストレイシストがいる勉強会には出席できない」みたいなことをおっしゃったんだそうですねいや私もしょっちゅうこの高橋教授引用するもんですから「え俺もファシストかよ」と。 えー、本当に我が目,目を疑いました、えーまあ、私などは1940年体制、国家社会主義体制を厳しく批判する立場を取っておりますので、まあ、よく勉強してから言ってほしいよなと、まあ、こういう、えー、その訳もわからないレッテル張りをやることこそ、ヘイトスピーチではないかと。 すすら思うわけでございます、えー、質問通告にはございませんが、大臣、何かご所見、ございますか麻生大臣しょっちゅう言われております、ねうんで、私も似たようなことはしょっちゅう言われておりますん、ね、で、あんまり気にしたことありません。渡辺美君 <laughs>、まあ、いずれにしてもです、ね、この財政金融委員会の与野党の、まあ、大変冷静な、かつ品格のある議論を聞いておって、 同じ国会議員としてですね、まあ、こういう発言があるのは、もう本当に残念なことでございます。えー、あのその高橋洋一教授は、実は大蔵省の中ではですね、えー、大蔵省中高の祖と呼ばれていた時代があったことを覚えておられるでしょうか、実は私などが1年生議員のときに、財党改革っていうのをやったんですね。 でその時に我々が集められて、局長が中川さんで、自民党の主査が中川秀直さんで、副主査が中川昭一さんで、まあ、三中川の体制だったんですけども、そこで入り口、中間、出口の切り離しということをやった、大蔵省の中でそういった企画立案をやっていたのが、高橋陽一さんであります。 この前の議論の中で、ですね壁局長が、預、え、託、っと、金と財投債と2通りで調達しておって、えーまあ、マイナス金利のままでですね地方に貸し付けすることはできないというようなご答弁をされておられますが、 予託金と財投債の調達比率というのは、いかほどでしょうか。この調達比率に基づく平均調達コストは、いかほどになるでしょうか。財務省、壁理財局長。お答えいたします。財投、財政融資,資金勘定の平成三十年度末における予託金の残高は約三十一兆円。財投債の残高は約九十二兆円でございまして。 1> 約1対3の割合となっておりますまた当該残高による、預託金と財投債の平均調達コストでございますけれども、財政投資リポート2019において公表をさせていただいてましており、預託金は0.68%、財投債は0.69%となっております渡辺芳美君。えっとこれはあ 財務債の方はそうすると、どれぐらいの期間の平均するとなるんでしょうか。加部理財局長。 えーと今のお尋ね、平均期間についてお尋ねございます、ちょっと手元に数字ございませんけれども、これは30年度末における在当債残高すべての調達コストの平均となります渡辺良美君。えーっとですね、前回、私は申し上げましたのは、マイナス金利で調達をしたものについてですね。 スルーで地方に貸し付けをするということはなぜできないんですか、在党で設ける必要がないじゃないかということを申し上げたところ、予、え、託、ー、金には0.001以上の金利が求められているということを根拠に挙げておられましたけれども、 えまあほとんどこれゼロですよねで一方、財答債の方はマイナスで調達しているのがかなり今現在あるはずであります。そういたしますと、えー、マイナス金利で調達をした分についてです、ね、同じ金利、同じ期間同じ条件で 地方向けの貸し付けを行えば、えこれ、できるんじゃないですか、マイナス金利のメリットというものを地方にえ恩恵として与えることができる、えこれ、全くリスクありませんから、金利変動準備金に積む必要は全くないんじゃないでしょう加部理財局長、えー、前回もお尋ねございました。あ 財政融資金をマイナス金利で地方公共団体に貸すことはできないのかというお尋ねでございますけれども、財政融資金法第1条におきまして、確実かつ有利な運用となる融資を行う。 いいいうふうふに規定されててておおりりまますすことから現在有利子での貸付を行わせていただいております仮に有利な運用になるという場合であっても、現在、一般論としてその民間金融機関はマイナス金利による貸付を行っておりませんので、そうした中、財政投融資の貸付金利をマイナスに設定するということについては、民業圧迫の懸念についてどう考えるかと。 よううな問題があろうかと思いますまた地方公共団体に対する貸し付けにつきましては地方公共団体の自立的な財政運営を促すという観点から地方債計画における 財政融資における引き受け割合を縮減してきております。本年度、令和元年度におきましては、民間資金が6割程度を占めているということが現状でございます。こうした観点からも、財政融資金の方で解析付金利をマイナスに設定をするということは、現時点では適当ではないというふうに考えております。で、その今ございました、その利罪の点につきましては、現在、 金利変動準備金の方に積み増しを行うということで、トータルのマチュリティあるいは金利の変動リスクに備えるという形になっております渡辺良君。まあ繰り返しになりますけどね、同じ条件、えー、同じ金利で、えー、貸すのであれば、これ、金利変動準備金としてそのリスク を積む必要は全くないわけです、ねえー、まあ、け朝の新聞にも出ているように、えー、経済対策13兆円、えー、規模、全、えー、小,小中学生にまで,までパソコン配っちゃおうと、4年間でね、えー、国と地方と財政支出を13兆円にしようと、事業規模は20兆円超える見通しだと。えー財党は 4兆円程度と、まあ、こんなあい威勢のいい話が踊っていますけれども、財、えーまあ、党なんていうのはです、ね、大臣の腹一つでできる話ですよ、まあ、自民党の幹部の皆さんもおられますのでね、あえて申し上げますけれども、えー、いかがですか、大臣、大臣いかがですか、13番です、13番、13番。 大臣この話はもう前からよくある話でなんですけれども金利が低いという状況っていうのを生かして財源を調達して積極的に財政を主張すべきというご主張なんだと思っておりますであので決して間違ったことを言っおられるわけではございませんよほらあの日本の財政っていうのは高齢化に伴いましてご存知のようにこれは社会保障関係費の増加などによってプライマリーバランスの赤字が続いてますんで。 少なくとも公的債務残高が GDP の2倍に累積するなどこれは寂しい厳しい状況の中にあるのことは確かなんですが政府としてはこれは財政運営に対する市場の信頼を確保するということから我々は基本的にプライマリーバランスを安定的に運営せないかということを申し上げさせていただいているんであって。 これをどイケイケどんどんでなんて関係なないじゃないかと例えば MMF の話もありましたしそういった話があります,ありますのも知らないわけではありませんけれども少なくとも我々としては財政の健全化というものと経済の再生というものをきちんとやるということをしておかないとある日市場の森林がなくなったと。 絶対市場の信任がなくならないという保証がありませんからそういった時には市場は極めて困難をすることになりますし金利が暴騰するというようなことも十分に考えられるんであってこう従いましてこうした歳出改革というものを進める中で我々としてはこれは税収というものを。 よく見ながら、ある程度、おかげさまで少しずつではありますけれども、バブル前のところまで税収が戻ってきております、40何兆円から今、60兆円まで戻ってきておりますので、そういった意味で私どもとしては、税収などの状況などを見極めながら、国債発行というのをやっていくことによって、市民の格闘を得、もって金利がこの程度で収まっておるんだというように理解をしております渡辺芳美君まあいつも申し上げますようにね、えー <laughs> 借金ととといいいいうののは反対側負債一緒に考えないといけなけんですよ、まあ、バランスシート、よくお分かりの麻生大臣に社会説法ですがね、まあ、財務省が発表している連結バランスシートだって、1500兆円の借金に対して1000兆円の資産を持ってるわけでしょ。で、日本銀行は500兆円、国債持ってるわけですから、そういう統合政府から言ったら、 財政、再建の必要性ってないんですよ。ですから、国債は暴落しないと,というだけの話であります。えー、国交省にこの前の積み残しのお話を聞きます。えー、リーマン・ショックの期間、まあ、2008年に起きて、えーまあ、4、5年、デフレが続いた。まあ、デフレの時代にはです、ね、実質金利っては高くなるわけですね。物価がマイナスになりますからね。 そうすると実質国債利回り、えー、まあ割引率の参考にしている実質国債利回りというのは自然に高くなっちゃうんですよこれね、えー、そうするとこの異常時期を除くと、えー、割引率はどれくらいになりますか国土交通省大臣官房戸川技術審議官お答え申し上げますあの国土交通省におきましては平成16年に公共事業評価に関する国土交通省の 統一的な取り扱いを定めました公共事業評価の費用、免疫分析に関する技術指針を策定いたしまして、その際、社会的割引率につきましては、10年ものの国債の実質利回りなどを参考に策定したところでございます。最近の10年ものの国債の実質利回りについて、委員ご指摘のえーリーマンショック後の2009年から2014年の6年間を、 除きまして国債の実質利回りを試算いたしますと、平平成8年から平成あ2008年から2017年までの10年間のうち6年を除きまして、2008年、2015年、2016年、2017年のこの合計4年間の平均値はマイナス0.05%となるところでございます。また えー、1998年から2017年までの20年間のうち、この6年間を除きますと、えー、1998年から2008年、2015年、16年、17年、この、えー、合計14年間の平均値は1.98%となっているところでございます渡辺良美君、えー。ではお尋ねします。えー 割引率が0.5%、1%、1.5%のときですね、4%の現在と比較して、採択可能な公共事業はどうなりますか戸川技術新官。公共事業の費用便益分析につきましては、公共事業の事業機関、またその利用機関を含め、非常に 長期間にわたり評価をしているところでございますこのため、将来の便益や費用を現在の価値として統一的に評価するために、将来または過去の価値を現在の価値に換算する比率として、社会的割引率というものを導入しているところでございます。えー、公共事業の採択につきましては、新規事業採択え評価におきまして、貨幣換算の手法が確立したえ便益のみを対象とする費用・便益分析、 の他に、えー、地域の活力向上といった貨幣換算が困難な効果、あるいは現在事業化されている箇所の進捗状況、事業の緊急度、関連事業との整合、その他地域の協力体制、過去の災害発生の状況、予算の状況など、さまざまな視点から総合的に評価した上で、各担当部局が対応方針を判断することとなります。えー、こののように公共事業の採択は 費用免疫分析の数値のみで判断するものでないことから、社会的割引率を4%より下げた場合に、採択可能な公共事業がどうなるかというご質問について、お答えできないことをご理解いただきたいと思います渡辺良美君あの。典型的な逃げの官僚答弁ですね、えー、残念ながらもうこの委員会で今年中にこの質問できなくなってしまうので、あとは自民党に任せますよ。 もう徹底してこれやった方がいいですよ MMT の理論よりも、こっちの方がはるかに手っ取り早く公共事業の採択基準をですね緩めることは可能ですからね、えー、お待たせしましたああの栗田局長、もういつも、えー、時間がなくなってすみませんけど、この,この紙ですね、えーえーまあ、これは。あの 元々名古屋大学の内藤純一教授が指摘をしたものを私が金融庁に作ってもらったのであります。まあ、内藤教授は実はあの大蔵官僚でしてね、元銀行課長で、まあ、宅銀破綻のときの銀行課長、北洋銀行の武井頭取を3時間かかって電話で説得した、まあ、修羅場をくぐった 官僚でもありますけれども、えーまあ、彼が指摘をした、こういう非常にいびつな金利のグラフ、なぜこんなことになるんでしょうか金融庁、栗田監督局長あの委員ご指摘のこのグラフにつきましてはあの、我が国の金融機関等の貸付残高を金利大別に区分した場合には、この6 金利の低いところ、まあ、いわゆるローリスクローリターン層に、えー、大きな、えー、貸し出しが集まっていて、えー、それからハイリスクハイリターンの、えー、層に、まあ、ちょっと 小さめの山があって間にミドルリスクミドルリターンのところにはが谷になってしまっているということだと存じます。現在このいわゆるローリスクローリターン層に集まっている原因につきましては低金利環境が継続する中で金融機関がな何とか収益を確保するということで低い 金利で貸し出しを拡大しているということが一つの大きな要因だと考えておりますけれどもさらにあの足元ではこう景気拡大基調金融緩和基調が続く中で 従前はもう少し高い金利で、えー、借り入れを行っていた層がですね、えー、低い金利でも借り入れをできるようになってきてですねだんだんあのこのグラフで言いますと左の方に寄ってきていると、えー、いうこともあの大きな要因としてあるかと思いますそれからまああの十代言われておりますようになかなかあの金融機関がこのミドルリスクのところ に目利きが行き届いていないということで、どうしてもここのところのがへこんでしまうという要因は、だいぶ回復されてきているとは思いますけど今であるというふうに認識しているところでございます渡辺芳美君まあ要はですね、えー、デフレが延々と続いているということも、その背景にある大問題であります。えー2枚目 おめくりをいただきますと信用情報データベースの概要という紙が入っています信用保証協会の crd から始まって地銀協会のクリッツというんですかね crits それから rdb 信用親金業界の sdb 等々信用情報データベースがありますがこれは顧客の お客さんのですね、同意を得て使っているものでしょうか栗田監督局長。 お答え申し上げますあのご指摘の各信用情報データベースにつきましては、いずれもあの匿名の情報として、各種データを収集、加工した上で会員に提供しておりまして、えー、個別の債務者名の特定はできない形で利用されているものでございますので、えー、顧客の同意,同意を個々に取っているものではないというふうに承知しております渡辺芳美君まあこれはですね、あの JICC のようにね、お客さんの同意を経た上で、えー、再生美をされた方が、今後の金融ビジネスのいろんな商品展開にとってはですね、いいと思いますよ、えーまあ、証券化商品が全然伸びないというのは、3枚目のグラフにあるようにです、ね、これはもう延々とデフレが続いているということでありまして、このデフレ脱却がないと。 日本の金融ビジネスもなかなか発展をしないということだけ申し上げて今年の質疑は終わらせていただきますありがとうございましたえ本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会をいたします